畑の漢字は日本の心理学者、文学博士。ジャンピアジェの発達心理学を中心に学び、アンリ・ワロンなどを紹介、また、文章心理学、創作心理学、視聴覚教育などに多数の著作がある。岩尾衝動書転送業者、畑の茂太郎の次男として東京に生まれる。金華小学校から東京府立第一中学校受験に失敗し、 改正中学に入学する。第一高等学校を経て、1928年、東京帝国大学文学部心理学科卒業。法政大学教授、東京女子高等師範学校教授を経て、戦後解消したお茶の水女子大学教授、1969年同学長となる。1952年日本大学文学博士、論文題名。 スタイルの心理学的研究、文章心理学。著書に、文章心理学体系、ピアジェ入門、新しい児童館など、心理学のほか文学評論も行い、文章心理学入門は、ロングセラーとなった。その他、十五少年漂流記など、児童文学の翻訳も行う。全週十二巻がある。百七十八年日本心理学会名誉、会員。 1985年日本教育心理学会名誉会員1990年ユニベール財団理事長妻は児童心理学者の畑の勤む子息子義王も心理学者李房は国際法学者孫に小説家の畑の鷹がいるありがとうございます